私は量子計算の理論的な研究を行っています。原子や光といったミクロな世界は量子論という物理理論で記述されますが、その量子論というのは普段我々が生活しているマクロな世界では目にしないような非常に不思議な現象であふれています。その不思議な現象をうまく制御して高速な計算を実現するのが量子計算です。私は特になぜ量子計算は古典計算より速いのか、また量子計算は何ができて何ができないのかといった原理的なことにとても興味があります。量子計算を心の底から理解するには物理学と情報科学のどちらか一方だけでは不十分であり、物理学と情報科学両方の知識が必要となります。私はこのような原理的なところに興味があるのですが、私の研究成果は今海外の企業等が実現しようとしている量子計算機が高速であることの証明や、最近始まったクラウド量子計算のセキュリティといったような非常に応用的な方面にもつながります。このように基礎研究がそのまま現実の応用につながるのも量子計算の面白いところです。